西川哲二郎から1932年6月1日は幕末の藍津藩士、明治期の裁判官、白虎大使として母親戦争を戦い、裁判官として大親院藩事に至る。中央大学の前身であるイギリス法律学校の創立者の一人、藍津藩士の子として生まれる。父、西川俊二は六高六国語と二人ぶち、 御所管所物書き勤めである。16歳で母親戦争を迎え、白戸より合い二番大使として8月より、越後方面で戦ったが、退却を余儀なくされ、9月6日より、会津若松城に戻り三の丸警備に当たる。戦後静岡藩に留学し、沼津平学校附属小学校で学ぶ。1878年旧東京大学法学部を卒業。西川は、 旧東京大学法学部の最初の卒業生の一人であり、同期生6人には川上金一などがいる。卒業席時は主席であった。外務省に入りたい主幹書記生として英国で学び、帰国後の1881年内務省に入省した。1884年文部省に移った。文部省在職時に、増島六一郎、菊池武を、えぎただし、 穂ず信茂ぶしげら若手法律家18人とイギリス法律学校を創設し、西川は保健法を抗議した。1886年4月に文部省書記官から東京市新裁判所判事として裁判官に転換し、水戸地方裁判所長、横浜地方裁判所長を歴任。1898年から旧憲法下の最高裁判所である大審院の判事を務める。 在任中、大審院判決適用類産の公閲を行った。その後、1902年に、函館高素院長、1906年より、長崎高素院長十三味君に等、合図会会員、去年八十。墓所は、青山霊園付属立山墓地内にある。合図会雑誌第4十号、死亡会員略伝、西川哲次郎君では2月1日。 幕末の合図藩における御所管は、表御用人支配で幕府との連絡や、ご故書、お馬や部等、ご板を支配した。長崎高訴委員長からの退任は、司法省改革による人員整理に伴うものであった。函館高訴委員検事長、池上三郎、長崎高訴委員検事長、山川徳次らが、同時期に休職となっている。ありがとうございます。